また後半の7月28日土曜日からは同じくこの場所で開催される東京ビアテラスプレゼンテッドバイザ・プレミアムモルツでザ・プレミアムモルツをお楽しみいただけます。雑誌東京カレンダーが監修したプレミアムなお料理と空間でザ・プレミアムモルツを飲むことができるんです。今年のザ・プレミアムモルツはなんと神泡でのご提供となります。今はビールは泡で選ぶ時代と言われていますよね。こだわりの注ぎ方によってクリーミーな泡、神泡によって飲み終わるまできめ細やかな泡の蓋が保たれ美味しいビールを楽しむことができます。今年の夏もぜひ六本木水上テラスに足を運んでいただいて素敵なひとときを過ごしていただければと思っております。よろしくお願いいたします。お願いします。宇賀さんありがとうございました、はい、もう今年も、ね、コラボメニューも美味しそうでしたし、ティーボン、ね、食べ応えがありますからみんなでワイワイ、ね、楽しく食べていただけると思います。ね、うん、では早速、はい、スペシャルゲストにご登場いただきましょう。いよいよ明日夜8時からスタートします木曜ミステリー遺留捜査にご出演の河本雅弘さん、宮崎カレンさんです。どうぞお越しください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こちらにお願いいたします。さあ改めまして遺留捜査で科捜研の研究員村木茂を演じます河本さんと滝沢彩子を演じる宮崎さんです。さあ今日はですね、宮崎さんを夏らしく浴衣で来ていただきました、浴衣で来てみました。可愛いですね。そして河本さんは役衣装でご登場ということで、はい、いかがですか。ね、今日はすごい暑い中、はい、すみません、暑苦しい格好でこのような形で毎日頑張っております。いよいよ始まるなという感じが、ね、しますけども、まあ、皆さんご存知かと思いますが、改めてお二人の役回りのご説明と自己紹介をお願いいたします。あ、本日はどうもありがとうございます、遺留捜査で、村木茂、科捜研の、男をやっております。よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございます。私は科捜研村木さんの助手をやらせていただいています。滝沢彩子役の宮崎カレンです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ上川さんとのシーンも多いと思うんですけども、はい、うんうん、現場では上川さんはどんな方ですか。ですね、楽しい人ですねとっても冗談とか話することが多くて、ものすごくだからドラマ上ではですね、僕がいつも苦しめられているんですが、振り回されているというか、まあ日頃の会話は僕が振り回してますね、はい、でもちゃんと乗っかってくれる、とてもいい人ですよ。優しい方、はい、ね、そのお二人の様子が本当に漫才のようで、私はそのお二人の掛け合いの光景がすごく好きで、ムービーに撮っちゃいました。そんなに。で、それどこで見るんだよって上川さんに言われたんですけども、元気がない時に見ますって言ってムービーを撮りました。はい、そんな風におっしゃってますけど、本当に漫才みたいなんですか。いや、僕たちは普通に会話してるつもりなんですけど。よく言われますね、なんかね、本当に僕とってもなんかしょうもないことばっかり言っちゃうんで、亀川君が絶対そこに突っ込んでくるんで、どんなこと言っても突っ込んでくれるんです、もうとってもいい人ですよ、楽しそうな現場ですね、さあそして京都での撮影が2年目ということですけども、はいはい、撮影はどうですか。いや、ですね、去年初めて行って、最初はやっぱり遺留捜査っていうものが東京ではされてたけど、京都のスタッフとかの馴染みっていうか、撮影する上でなかったのが、もう今年になったらもう本当に遺留捜査のチームだなっていう感じ で村木と糸村、上川君と僕っていうのは突然のように台本から外れたことをやってしまったりとかするんですけど、最初に行った時はあ、これ台本にないなスタッフが探している様子はあったんですけど、あ、始まったなっていう感じで京都のスタッフが受け入れてくれている中でできているので、本当に幸せですね、はい、チームワークがもう最高です、最高です。
うん、宮崎さんはいかがですか、京都での撮影は。そうですね、私は京都での遺留捜査からの参加だったんですけども、うん、2年目になってあの京都のスタッフの皆さんがお帰りってあの言ってくださったので、もうそこでまずあ帰ってきたなっていうのもありましたし、お二人のその、 あの台本からすごく膨らんだ掛け合いというのも、あまたこの中に入れるんだな、帰ってきたなっていうのをやっぱり感じますね。でも京都というとやっぱり暑いんじゃないですか。相当暑いですよ。ですよね。相当暑いです。でもあのおかげさまで僕とか、ね、あのカレンちゃんはあの科捜研にいることが多いので、そうですね、案外恵まれてますね。はい、他のスタッフあのキャストの方からしたら申し訳ないほど、はい、いい環境で、そうですね、はい、涼しい中で、はい、涼しい場所で、はい、機械に囲まれてやってます。そうなんですよ。ちょっと村木が役的にもね、あまり汗をかいたらちょっと似合いそうもないので、そうなんですよね。だからありがたいですね。うん、こう合間に観光といいますか、ちょっとこう出かけたりとか、うん、ご飯を食べに行ったりとか、そういうことはできるんですか。ありますね。本当にたまに行って、うん、あのまあ、カレンちゃんとか上川君とかもそうですけど、まあ、ちょっとご飯食べて頑張ろうねっていう話はしますよね。うん、またね、楽しそうですね。共演者の皆さんでじゃあ行ったりとか。万歳のお店に行きましたね。さすが京都。いやもうね、最高です。最高でしたね。うん、そうか、じゃああんまり京都の暑さはそこまで感じず、美味しいものは食べて、あのそれはあの僕とカレンちゃんがそうなんですけど、ほとんどのスタッフキャストはその厳しさの中でやっているんですけど、はい、ね、今日もそれこそね、皆さん、はい、京都で撮影されてるわけですよね。そうなんです、そうなんです。だからその中でね、僕たちはこんなね、皆さんなんか呼んでもらって、浴衣まで着てしまって、はい、だからその分あの一生懸命頑張ります。そうですね、はい、私たちは私たちで、はい、頑張ります、はい、ありがとうございます、はい。さあということで、いよいよ明日から放送がスタートということですけど、今の心境はいかがでしょうか。もう楽しみの一言と、今回もシーズン5が続けられることに対するその感謝の気持ちでいっぱいですね。これ本当になんかテレビとかこういう皆さんの前だけではなくて、これはもうスタッフ一同みんなもそれも感じながらやってるので、本当に感謝だなって思いがいっぱいですね。はい、宮崎さんお願いします。はい、そうですね、まず2時間スペシャルからのスタート、そしてゲストの皆さんもすごく豪華で、本当にあの遺留が始まったなっていう感じを感じていただけると思いますし、あ私も今年この中にまたいられるんだなという幸せをかみしめながら、はい、すごくワクワクしています。はい、ではちょっと改めて視聴者の方に見どころを含めたメッセージをお願いいたします。そうですね、あの今まで見ていただいてた方も今回が初めてだっていう方にも、とにかくとっても一言で表せば、優しいドラマです。人間に優しいドラマです。でその中で僕たちもあのスタッフキャストと一緒に、優しい気持ちで懸命に撮影に挑んでます。皆さんお気楽に見ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。糸村さんをはじめもう本当に個性豊かな出演者の皆さんと、小本さんもおっしゃいましたけど、優しい温かいドラマになっていると思いますので、暑い夏ですが、ドラマの時間で楽しんでいただけると嬉しいなと思います。ありがとうございます。さあ木曜ミステリー遺留捜査、明日夜8時から2時間スペシャルでスタートします。皆さんぜひご覧ください。